こんにちは、スタイリストの山俊です。今回の動画なんですが、先日発表になりました、ユニクロと JW アンダーソンのコラボレーションラインですね。11月3日金曜日から発売開始になるわけなんですが、今現在 Web でいろいろと画像が見れる状態なので、まあそちらを見ながら、僕たち大人世代はどの辺りを注目していけばいいのか、この辺りをですね、しっかりめに解説をしていきたいなと思っています。まあ JW アンダーソンのコラボレーションラインも結構お馴染みで、僕の動画の中でも何度かご紹介したことがあるかなと思っています。 思うんですが ただですね、ここ数年は割とですね、パスすることも増えてるんですね。まあ割とですね、ユニクロ U とかは大人の男性でも使いやすいものが多かったりするんですが、まあ、JW アンダーソンのコラボレーションラインは割と色使いがポップだったりだとか、あとはクレイジーパターンのものだとか、そういったものもあったりするので、割とですね、可愛い感じになりがちなんですね。なので、まあ靴下だとか小物系はいいなと思うんですが、まあ本体のアイテムは買わないことが多かったりするので、まあ、久々にです、ね ですねご紹介する形になるかなと思うんですねというのも僕もですね今回もまあパスしようかなと思ったんですけども実際にサイトを見てみたらあ結構これ良さそうだなというものがいくつか見つかったんですねとは言ってもいつも通りポップなものもあったりするのでだいぶ厳選して3つですねこの辺りを押さえておけば僕は十分かなと思うのでまあ、事前に皆さんにしっかり面に解説をしていきたいなと思っています残念ながら僕のチャンネルではウェブでチェックする形になってしまうんですが ま、すでにですね、MB さんですとか、まとめさんのチャンネルの方で、ショールームで撮影しているものもあるので、まあ、実物の雰囲気だとか、着た感じはですね、そちらを参照していただきながらですね、まあ、より具体的にイメージしていただければなと思っています。まあ、僕自身はですね、発売日に実際に店舗に行っていろいろ試着をしながら、良かったものは購入してまたレビューしてみたいなと思ってるんですが、あくまで実物を見たわけではないので、このあたりは試着をしてみたらちょっと雰囲気違うなということも、毎度ながらにあるかなと思うんで、まあ その辺りは頭の片隅に置きながら、ぜひですね、今回の動画と、また後日アップするですね、購入品の動画、合わせながら見ていただくと非常にいいのかなと思っています。こちらのチャンネルでは大人男性に向けて、メンズファッションの基本、なるべくわかりやすく解説をしているので、よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。それでは早速、行ってみましょう はい、ということで、ここから具体的にですね、ユニコと JW アンダーソンのコラボアイテムの中から、特にですね、お勧すすめしたいもの、皆さんにご紹介していきたいなと思ってるんですが、まずはアウタージャンルから見ていきたいなと思うんですけども、今回はですね、4型発売されるわけなんですが、正直、どれも結構いい感じなんですよね。まあ、冒頭に JW アンダーソンというと、ちょっとポップな色使いだとか、あとはですね、クレイジーパターンのものも多いという形でお伝えしましたが、アウターに関してはかなりベーシックで使いやすい 安いものが多いなという印象だったんですね、まあ、その中でも特にお勧めしたいものまず最初に取り上げますがこちらですねトレンチコートですね色は31番のベージュこれがですねなかなかバランスがいいんじゃないのかなと思いました価格は12,900円ということでまあ、アウターの中では比較的買いやすい価格帯になっているんじゃないのかなと思いますまあ、トレンチコートというですねネーミングがついていますがまあ、ダブルではなくてボタンの数もですねわりとこうシングルのコートなので ステンカラーコートに近いようなイメージといった方が分かりやすいかなと思います。まあベーシックなコートのデザインなので、割と大人世代にも気軽に取り入れやすいかなと思いますが、まあこのあたりのコートってユニクロ U でもやってますし、ユニクロのインラインでもやっているので、割とですね、見慣れてるところかなと思うんですが、まあ注目したいのはこのベージュというカラーに柄が入ってることですね。細かなチェック柄が入ってるわけなんですけども、いわゆるこうガンクラブチェックみたいな形で、 な英国調のチェック柄になっているのがなかなかですねバランスがいいなと思います。まあ、J.W. アンダーソンというとやっぱり英国調のですねアプローチが多くなってくるんですが、まあ、そのあたりをしっかりと抑えながら可愛くなりすぎないような雰囲気で作ってあるので、これはなかなかいいんじゃないのかなと思っています。まあ、例えばですね G.U. でもこのような丈の長めのバルマカンコートがあったりして、まあ、ガンクラブチェックのもですねあるんですよね。まあ、それもすごく良くて昨年の動画の中でもご紹介します ましたが、素材がやっぱりポリエステルで作られているのでまあ、上品さが出るかというと決して安く見えることはないんだけどもまあ、僕ら大人な世代であればもうちょっと素材感を上げたいよねとは思うんですねその点ですねこちらはコットン100%のツイール素材を使っているので天然素材の美しさというところが存分に楽しめるので素材感も含めて期待ができるんじゃないのかなと思っていますでコットン100%で割とですね春だとか秋に対応できるようなコートなのかなと思いつつ中綿が入ってる んですよね、この辺りは先日ご紹介したユニクロ U のですね、ステンカラーコートと同じようなアプローチで、まあ秋から使えて冬もオッケーというところで、かなり使える期間が長いんですね。まあ今から発売開始となると、やっぱり冬の着こなしを想定するということになるので、まあその辺りしっかりと中綿入れてるというところもありがたいポイントかなと思います。まあ、サイズ感もちょっと許さないようなラグラン袖になってたりだとか、身幅もゆったりとしてるんですが、オーバーサイズになりすぎないところも含めて、なかなかバランスがいいんじゃないか のかなと思います。丈もですね、長いんだけどもそこまで長すぎないんですね。このあたりはユニクロ U に比べてもちょっとこうコンパクトになっているかなと思うので、使い勝手の面でも結構ですね、配慮されているような気がしています。で、個人的には結構大きめの襟ですね。このあたりがすごくバランスいいなと思ってまして、襟立てて着ることでまた見せ方も変えられるんですね。まあ、このあたりは最近のユニクロ U でもやってますし、割と見慣れたですね、ディティールになってきてるんですが、あるかないかでだいぶ見え方も変わりますし、 首元マフラーしなくても結構暖かかったりするので個人的には嬉しいポイントかなと思いますベージュなんだけども濃く深めで甘さがあるんだけども甘すぎないというところで絶妙なバランスなのでこのコートはちょっと僕も立着持っておくのもいいかなと思っています、まあ、公式のスタイリングではホワイト系のパンツなんかと合わせていますがベージュとホワイトみたいな合わせ方めちゃくちゃバランスもいいと思いますし明るさがあって人との違いも出しやすいかなと思うのでこれはいいんじゃないでしょうかね今回のコレクションの中では一番 注目してるのがこちらのジャケットなので、ぜ、ま、ひ、あ、皆さんもチェックをしていただきたいなと思っています。 はい、続いて2点目にお勧めしたいアイテムなんですが、テーラードジャケットウールブレンドですね。カラーはですね、2色ありまして、ダークブラウンと、あとはですね、ダークグレーということで、個人的にはこちらのダークグレーですね、これがなかなかいいんじゃないのかなと思って注目をしています。価格は9990円ということで、やはりユニクロ価格で買いやすいということで、これも注目していますね。やはりですね、英国調のジャケットというイメージが強くて、グレーで、なおかつですね、 ミディアムグレーとダークグレーの中間ぐらいですね。重たすぎないグレーの質感。これがですね、なかなかいいバランスになっていまして、素材はウールブレントのツイード素材ということで、ポリエステルとウールが混合されているわけなんですね。まあ、これなかなか質感も含めて上品じゃないのかなと思います。僕はですね、あまりこうユニクロだとか GU でアウターは買わないようにしているんですね。個人的には。というのも、アウター系って主役のアイテムなので、まあ、ちょっとですね、頑張って投資をして、 カリッとしたものを買った方が気分も上がるのでそういったことを推奨してるんですが割とですねコラボレーションラインに関してはデザイン的にも少しエッジの効いてるものだとか素材感も通常のユニクロに比べると少しこだわったものも多かったりするのでこの辺りでトライをしてみるのはいいと思いますまあ、特に今まであまり買ったことがないものに対していきなり高いものを投資をするのはなかなかハードルが高いかなと思うのでまあ、そういった時にはユニクロのコラボレーションラインのアウターを買うのはいいかなと思うんですがこのグレーのですねツイードのジャケット シはなかなかですね大人っぽくて上品かなと思いますでウールブレンドのツイード素材ということで色もですね単色のペタッとした感じではなくて少し混じり気があって凹凸感も感じられるようなそういった色味になってるんですねこの辺りも含めて英国の雰囲気も感じられますし秋冬らしい暖かさも感じられるのでなかなかバランスがいい一着になってるかなと思いますまあ、シルエットで言うとトレンド感のあるようなワイドな感じではなくて割とですねウエストも絞られているのでジャストサイズで着るようなジャケットになってくるかな と思いますなので、トレンド感満載でジャケットを大きく着たいという方向けではないと思うんですね。あくまで僕たち大人世代がちょっとラフにですね、ジャケットを着るときにこういったものを活用するのはいいかなと思っていまして、まあ僕自身もですね、結構ジャケットが好きで、内側 T シャツを着たいだとか、今こうデニム系のバンドカラーシャツを着ていますが、そういったちょっとジャケットを中心しながら少し着崩すようなスタイルなんかは非常に相性がいいんじゃないのかなと思います。まあ特にですね、30代後半から40代以降の大人世代には、 まこういった上品なジャケットは一枚あって間違いないかなと思うんですね。ですので、これは個人的にはなかなかお勧めしたいアイテムかなと思います。まあ、サイズ感ですね。まあ、素材の質感だとか、ま二、あ、つボタンで使いやすいような雰囲気というところは間違いないかなと思うんですが、実際にどのサイズを選ぶのか、ジャストサイズでいいのか、まあ、あえてワンサイズ上げるのか、このあたりは実物を試着しながら検討したいなと思ってるんですが、なかなかバランスいいなと思うので、まぜ、あ、ひ皆さんもオンとオン 両方でも使えそうなアイテムかなと思うのでチェックをしていただきたいなと思っています。 はい、続いてですね、ニットジャンルを見ていきたいなと思ってるんですが、今回は一方のみですね。スフレやモックネックセーターかっこ長袖ですね。こちらがリリースされる予定なんですが、これはなかなかいいんじゃないのかなと思います。カラー展開は3色ですね。26番のオレンジですね。まあビビットな色合いと、ナチュラルと、あとはブルーの3色で、価格は3990円ということで、これは買いなんじゃないかなと思っています。まあニット系はですね、 ないアイテムなんですがユニクロも例えばインラインでもやってますしユニクロ U でもやってますし、まあ、いろんなニットをやっていますがこれはですねなかなかいいなと思ってましてまずはスフレアンの素材を使ってということで中肉厚でアウターの下に着るにはちょうどいいですね先ほどご紹介したトレンチコートの下に着てもいいですしダウンだとか中綿のコートの内側に着るのもいいと思いますしあとはモックネックになってるんですよねこのあたりも含めてなかなかバランスがいいなと思います まあ、襟元がだらしなく下がってしまうよりは、少し襟元が高さがあって、しっかりとフィットする方が上品に見えるので、この辺りのバランスも含めて、なかなかいいんじゃないのかなと思います。まあ、先日のユニクロ U のニットもすごく良かったんですが、 ちょっと丈が短い問題があったので、まあ、そのあたりがどうかなというところは気になるんですが、なかなかベーシックで使いやすいようなニットになってるかなと思います。まあ色がですね、なかなかどれ選ぶのか悩みどころではあるんですが、個人的にはナチュラルですかね。まあこのあたりは間違いなく使いやすいかなと思います。ホワイト系の色なんですけども、少し黄身がかっていて、柔らかさを感じるような色合いですね。先ほどのトレンチコートのベージュとも相性がいいと思いますね。まあグラデーションで色をまとめるのも すすごくバラランンスががいいいかなとと思いますし、まあ、ブラック系のパンツとのパツりも良さそうななのでまあ、まずはナチュラルかなと思いますそして、ブルー系もですね、なかなかバランスがいいなと思ってまして、まあ、これですね、単色というよりは3色の色糸をミックスさせているので、やはりですね、深みがあるような単調に見えない色合いになっているんですね。このあたりも含めて、なかなかブルーも雰囲気良さそうですね。まあ、遠目で見るとブルーの中にちょっとグレーも混ざっているような曖昧な色合いになっているので、まあ、ブルーもかなりいいなと思いますね。 ちょっとこうビビットなオレンジというところも振るのもなかなか良さそうなんですが、ちょっと ちょっと難易度高そうなので、個人的にはナチュラルかもしくはブルーですね。まあどちらかを買おうかなというふうに考えています。サイズ感もちょっとオーバーサイズに振ってあるんですけども、大きすぎないぐらいのバランスなので、結構使いやすいそうですね。サイトでは1 8 6センチのモデルさんが L サイズ着ていて、そんなに丈短い感じもしないので、大丈夫かなとは思うんですが、僕の新長1 6 4センチ5 3キロ体型だったら、まあ M サイズぐらいでちょっと緩さを持って着たいなと思っています。これもですね、結構ベーシック で今回のコレクションは割とですね長く使えそうなものが多かったなと思うんですがそんな流れを象徴するような一着かなと思うのでぜひ皆さんもチェックをしていただきたいなと思っていますということでもうすでに3つご紹介してしまったんですが、まあ、それ以外シャツもちょっとさらりとお伝えしていきたいなと思うんですが、まあ、相変わらず JW アンダーソンといえばチェックシャツがですねラインナップされているわけなんですが個人的にですねちょっとクレイジーパターンのチェック柄のシャツだとかあとはフランネルチェックシャツですねこの辺りも おしゃれに見えるのか、おじさんっぽく見えるのか、絶妙なラインというところで、まあパスしようかなと思ってます。おしゃれ上級者がうまく着こなすにはいいかなとは思うんですが、ちょっと一般的にはカジュアルに見えすぎちゃったりだとか、子供っぽくなっちゃうかなと思うので、このあたりはパスしておきたいなと思っています。まあスウェットに関しても、やはりですね、ちょっとこう、ワッペンが付けられてたりだとか、可愛い,い要素満載なので、このあたりは JW アンダーソンらしいなという感じがしています。フリースプリー パーカーーカののグレなななんんかかかかははこのワッペンなかっったたら欲しかったかなとは思うんですがやっぱりちょっとこの辺りの主張が可愛らしく見えてしまうのと、まあ、もろですね、コラボレーションライン着てるなっていうのがバレてしまうので、個人的にはちょっと見送りたいなと思っているところですね。 一方でボトムスに関しては3本出てますが、どれも使いやすそうな感じはしています。中でもワイドフィットチノなんかは使いやすいんじゃないでしょうかね。まあ、ベージュのベーシックなチノに関しては僕はあんまり履かないのでパスしますが、例えば30番のナチュラルですね。このあたりなんかは先ほどのトレンチコートのベージュと合わせてもいいと思いますし、モックネックのセーターのブルーなんかとも相性がいいかなと思うので、これは使いやすいかなと思います。まあ、ブラックに関してもワイド感があって、ワイドストンと落ちるようなシルエットなので、 これまた使いやすいと思いますし、いつものブラック系のパンツとは違いが出せるので、このあたりもひょっとしたら買うかもしれません。なかなか雰囲気良さそうだなと思いました。また、ワイドフィットジーンズのダークグレーあたりもなかなかバランスいいなと思いましたね。まあ、ブルーに関しては色落ちの雰囲気かなり明るめなので、少しカジュアルかなと思いつつ、まあ、コートなんかと合わせるのであれば、なかなかバランスがいいかなと思います。まあ、トレンチコートブラックもあったので、あのあたりと合わせるのであれば、これぐらいの色落ち感のあるようなブルーのデニムも活かせるかなと思います。 思思うんでですすすすすがが個人的にはダーーーククグレーののリーンなななな雰囲気ですねこの辺りがなかかなかおすすめかなと思っています、まあ、今回のベスト3の中には入れませんでしたが、まあ、実際に試着をして良さそうだったら僕も購入してみたいなと思います。あとは小物ですね。帽子だとかマフラーだとかバッグもありますが、まあ、個人的には悪くはないんだけども、絶対に買いたいというところまでは来ないかなと思うので、まぜ、あ、ひ頭の片隅に置いておいていただきたいなというぐらいですかね。あとは相変わらずソックスは可愛くて、個人的には ヒーートトテッッククデオドラントソックスのベージュですねこの辺りはなかなかですね、可愛いなと思います。太めのリブ編みになっていて、ベージュの雰囲気もちょっと混じり気感じますし、かかとの部分だとかつま先部分だけ、ちょっとこう、ナチュアルカラーにしてあるのも、なかなか素敵なグラデーションになっているので、これは欲しいなと思いますが、ぜ、ま、ひ、あ、ですね、靴下なんかも JW アンダーソンは毎回素敵なもの出ているので、皆さんもチェックをしていただきたいなと思っています。 はい、ということで、いかがでしたでしょうか今回の動画では、ユニコと JW アンダーソンのコラボレーションラインですね。この中で、特に僕たち大人世代に似合いそうなものですね、3つ厳選してお伝えさせていただきました。えー、個人的なおすすめはトレンチコートですね。これはベージュがおすすめですが、まあ、ブラックもですね、なかなか雰囲気がいいかなと思います。まあ、デニムなんかでちょっとこうカジュアルな感じで合わせたかったら、割とこうブラックのトレンチコートもいいかなと思うので、ぜひチェックをしていただきたいなと思います。続いてテーラードジャケットですね。そして3点目が フレーーのモックネッククネセーターこの3つさえ押さえておけば、まず間違いがないかなと思ってまして、その他に靴下だとか、あとはデニムだとか、ワイドフィットのチューだとか、このあたりも実際に試着をしてよかったら購入をしてみたいなと思いますので、ぜひ皆さんもこのコラボレーションを楽しみにしていただければなと思っています。まあ、これからもこちらのチャンネルでは大人男性に向けて、メンツファッションの基本、なるべくわかりやすく解説をしていきたいなと思っていますので、よかったらチャンネル登録やグッドボタンの方もよろしくお願いします。以上、スタイリストのおやしゅんでした。また次回の動画もお楽しみに。